はい、こんばんは、生体院浅井院長の浅井です。今日は、先日うつ病とパニック障害がひどいから働けないとか、パニック障害とかうつ病とか自律神経系も季節の変わり目だから困っている人も多いということで、パニック障害とかうつ病、パニック障害、自律神経系、こういったのの問題解決動画をちょっと作ろうと思ってですね、そういった格言をまとめましたので、どんどん喋っていきたいと思います。はい、直感を信じなさい。他人の意見で自分の本当の心の声を、消してはならない。自分の直感を信じる勇気を持ちなさい。生きるとはどんな状況でも学ぶこと。生きるとは悲しみを見つけること。生きるとは困難を乗り越えること。生きるとは自分と向き合い続けること。生きるとはいろいろな人と出会うこと。生きるとは誰かに必要とされること。生きるとは挑戦すること。生きるとは自分らしくいること。生きるとは新しい自分に出会うこと。生きるとは毎日感謝すること。生きるとは明日を信じて今日を頑張ること。生きるとは当たり前ではないから奇跡を大切にすること。疲れる人の特徴、できないことばかり見つけて自分にダメ出しをして、いつも自分に追われて緊張していて、誰かに悪いと思ってやりたいことをしないで、自信が持てないから何も言わずに黙っていて、本当の自分は違うと思っても何もできなくて、疲れるのは誰かと比べて我慢しようとするから、もっと自分の気持ちを大切にすればいい。どんなに優しくてもえ伝わらないことがある。どんなに大切に思っていても同じように思ってくれないこともある。どんなに頑張っても認められないこともある。人それぞれ大切なものは違う。分かってもらおうと思わないこと。一生懸命気持ちを伝えたならもう十分。これ以上傷つかなくてもいい。本当に分かり合える人は少ない。落ち込んだ時にはそばにいてくれて、嬉しい時にはすぐに伝えたくて、悲しい時には一緒に泣いてくれて、そんな人が現れたら大切にすればいい。テレビの音が妙に煩わしい。細かい本を読みたくない。風呂に入るのもめんどくさい。何もしたくない。いつも直感で決めるのに妙に優柔不断になる。心の声、何か違うと思ったら、嫌だと感じたら、その気持ちを大切にする。我慢することになれないことと、安易に人の意見を聞かないことと、心の声を信じること。経験がなくてもいい。知識がなくてもいい。心の底からやりたいかどうか、やる気さえあれば全て変われる。負けないよう、損しないよう、生きてたら自分の好きを見失った。どう思われてもいい。本当に起きていることではなく、自分が見たいように見て、傷つくのを恐れて何もできなくて、今ここでやめたら今までと何も変わらない。本気で向き合ったのか、全てやり尽くしたのか、他人にどう思われてもいい。かっこつけずに自分をさらけ出す。全力で頑張ることでしか見えない景色がある。心はすべて知っている。もう自分をごまかさなくていい。人の世の幸せは人と人が違うことから始まる。良き出会いを。人は何度やり損なっても、もう一遍の勇気を失わなければ必ずものになる。男の修行。苦もあることもあるだろう。言いたいこともあるだろう。不満なこともあるだろう。腹の立つこともあるだろう。泣きたいこともあるだろう。これらをじっとこらえていくのが男の修行である。いい男の見分け方。
親にどのように接しているか、目に触れないところも気に配れているか、箸の持ち方や食べ方はきれいか、知らない人に冷たくないか、どんな話でも目を合わせて話しているか、長く愛用しているものがあるか、年の差があっても対等に話しているか、苦しい時にどう振る舞っているか、一時の感情に惑わされないこと、しっかりと見極められば自分もできていれば幸せになれる。自分より相手が優先、優先順位を変えたら楽だろうな。ともかく具体的に動いてごらん。具体的に動けば具体的な答えが出るから。明るいのにねとよく言われる。本当はどうなのかな。本当の自分がわからない人よりも、本当の自分がわからない人より気も強い、でも心は弱いんだ。少しだけ笑おうかな。少しだけ楽しもうかな。たまには笑ったり楽しんだりしてみようかな。最近そう思ってる。今日は泣きたい気分。メッセージ。自分はダメな人間だと思っていませんか。それは違います。みんな最初は何もできないダメな人間なんです。そこからいろいろと学んでいくんです。他の人とスピードが合わなくなって置いてけぼり。違います。あなたは他のところで活躍しているかもしれませんよ。あなたの気づいてないところで。怖い夢ばかり、燃える夢、吐く夢、最後またよく見ている、寝るのが怖い時もある。楽しい夢ならいいのに、怖い夢ばかり。朝から疲れてしまう。朝から 100% の力で生活してしまう。少し肩の力を楽にしたら気持ちも楽なんだとは分かってはある。分かってるけど、自然とそれが当たり前で、仕事や勉強の時は 100% 以上フル回転でやってしまう。だから一日の終わりはクタクタになってしまう。怖いことを想像するから怖くなる。その怖さは過去からやってきたもの。もう起こらない。脳は24時間フル稼働しているから、それが続くと脳みそが疲れてしまう。周りに気を使ってたり、場の空気を考えたり自然としてしまう。余裕がなくなると塞ぎ込みたくなる。 SNS や電話、人と接したくなくなる。余裕がない自分に腹も立つ。また気づいたら 100% 以上の動きをしてしまった。疲れるのに手を抜けば楽なのに、抜き方がわからないからスタミナゼロまでやってしまう。楽に行きたいのにな。うつ病の人は要注意。アインシュタインの名言、大切なのは問うことをやめないことだ。最近怖い夢を見る。悪夢。目が覚めたら体がガクガク震えてきた。うつの時期や不眠の時が多いかもしれない。寝るのが怖い。また怖い夢を見そうで生きるのが辛い。家族と私の体調について話し合いをしてみました。家族から少しでも前向きに直すためにできることをしてと言われ、何をしたらいいのか教えてよと投げやりになってしまいました。こんなことを言いたいのに、言いたいわけではないのに。子供だって人間だもん。大人だって人間だもん。心が病みやすい人はどんなことも真剣に考えるから心が疲れて病気になってしまう。真面目であればあるほど負担が強くなる。適度に休ませてあげたらいいけど、頑張り屋さんだからいつも無理してるんだねって。そんなに慌てなくたっていいんだよ。誰も見捨てたりはしないから、少しだけ休もうよ。あの人が気づいてくれないのは愛がないからじゃなくて、いっぱいだから、知らないから。そう、私も同じなの。同じ。うつ病を甘えとか、あまりにも時代遅れで勉強不足の発言をする人が未だにいるけど、病に対して何の理解もないのに調べようともせず、その発言がどれだけ多くの人を傷つけているか想像することすらできない人間がいるっていう事実は怖いよね。運悪くそういう人が身近にいたら、それは精神ぶっ壊れるよね。いつも喋ってる人が無口な時に自分が何をしたいかと不安になる。ただ黙ってるだけで心配になる。つい顔色を見てしまう。いつも不平不満を口にしている人のところには似たような人間が寄ってきます。
マーフィン、別れてもいいから、別れるのは好きな気持ちがなくなったからではない、他の人が好きになって別れることもある、欠点が我慢できなくなって別れることもある、いつの間にか別れることもある、好きなのに少しのすれ違いで別れることもある、大好きなのに思いかけず別れることもある、誰にでも間違いはある、時が経てば自分も相手も変わる、自分ではどうしようもないこともある、お互い離れてみることで相手の良さに気づけることもある、たとえ別れても再び結ばれることもある、別れてもいいから好きだった気持ちを大切に、傷を抱えて泣いた日も何も言えず悔しさが溢れた日も、全部全部無駄じゃなく、今の自分を作っているもの、どんな一日もどんな瞬間もそこに自分がいて泣いて笑っている、良い日と同じくらい、ダメだって日も大切なもの、夢は逃げない、逃げてるのはいつも自分だ、嫌なんです、あなたがいつ言ってしまうのが、いつもと違う角度から物事を見てみると、悪いことばかりでもないと分かってくる、いいことばかりでもないけれど生きるのが少し楽になる、突然死にたくなる、そんな夜はありませんか。はい、以上です。難しいですね。うつ病とか、何でしたっけ、パニック障害というのは、パニックになってしまうぐらい、いっぱいいっぱいなような気がします。パニック、自律神経でパニック、頭の中がパニックってますから、いっぱいいっぱいなんで、常にいっぱいいっぱいなんで、全てですね、今抱えてるものを全部捨てて、真っさらな状態のところ、真っさらになれば、パニックにはならないと思うので、パニックってる人の、パニックってる人は見るとアドバイスしたくなると思うんで、パニックってる人の動画をたくさん見たり、パニックってる症状、パニックってる状況を想定して、そういう人に何て言ったらいいかとか、まあちょっとなんかよくわからないけど、まあ、難しいですね、パニック症。冷静になればいいんじゃないかなと思います。冷静になって、自分自身が何にパニックってるのかっていうのを明確に紙に書いて、理解し、自分自身でパニックってる原因を理解して、それ一個ずつ理解して、それと向き合って解決道を見つけていったりとか、すればいいんじゃないかなと思いますね。悩みすぎですね。パニックるぐらい自分で解決できないことが多すぎると思うので、自己解決能力を上げるしかないので、解決できない問題が出たら自分で解決しようと思わず、解決できると思われるそういう答えを持った人に聞いて、その通りやってもらえばパニックるこのことがありえないと思うんで、分かんないことは聞いてください。で、聞く人を間違えないようにしてくださいっていうことですかね。はい、自律神経もそうですね、ありがとうとか、頑張ればいけるのかなと思いますので、交感神経、副交感神経の話だと思うので、頑張りすぎないことを頑張ってくださいということですね。はい、動画長くなりましたが、パニック障害と、うつと、あとは自律神経、季節の変わり目で起こる症状の改善だとは、あとは、なんていうの、格言ですね、ちょっと喋ってみました。参考になるかどうか分かりませんが、よかったら参考にしてみてください。本日も整体院朝24時間営業で会員しておりますので、ご連絡、電話、お問い合わせ何でも。